ねえ、なえ、高市さん、勝てるよね？大丈夫だよ。アメリカ議会に関する経歴でも嘘がバレないでしょ？小池百合ばあばと同じ経歴詐称、嘘を突き通しているじゃない。放送法の改悪、気に入らないテレビ局は取り潰し、こんなめちゃくちゃな民主主義に反することやっても逮捕されないでしょ？高市は何をやっても逮捕されないんだ。なんでそんなに強いの？そりゃ統一教会がついているもん。ふふふふふふふ。